去る現地5月2日、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平がドジャースタジアムで開催されたチャリティーイベント、ブルーダイヤモンド柄に妻のマミコさんと共に出席。二人のお揃いブラックコーデが話題となった一方で、マミコさんのファンになる女性が急増している。昨年3月の WBC で反響を呼んだ大谷翔平の名言といえば、憧れるのをやめましょう、だろう、憧れてしまっては超えられないので。今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて勝つことだけを考えていきましょうとアメリカとの決勝前に語り、チームの士気を高めた。そして、侍ジャパンを3大会ぶりの優勝に導いた。しかしながら、マミコさんに憧れるのをやめられない女性が一気に増えている。様々なメディアを通じて、この日のイベントの様子が公開されると、SNS 上では次のような称賛する声が上がった。マミコさんが綺麗すぎる。同性から見ても惚れ惚れする。生まれ変わったらマミコさんになりたい。ほんまマミコ夫人タイプ、女だけど。マミコさん、上品で可愛らしいですよね。育ちの良さを感じる。マミコさんは同性も惹かれる魅力ありますからね。私もこんな上品な女性になりたい。今季、大谷翔平はここまで34試合に出場し、打率点345、8本塁打、22打点、オプス 1.044 をマーク、現地5月4日試合終了時点。こうした高パフォーマンスを維持できるのも、マミコさんという素晴らしい伴侶のおかげなのかもしれない。まさに大和なでしこ大谷翔平の妻、マミコさんが見せた美しい所作に称賛やまず謙虚だな、すごく親しみを感じる。去る現地5月2日、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平がドジャースタジアムで開催されたチャリティーイベント、ブルーダイヤモンド柄に妻のマミコさんと共に出席。大谷翔平の隣でマミコさんが見せた上品な振る舞いが、ファンの間で反響を呼んでいる。この日、大谷翔平は自身がアンバサダーを務める、ボスのダブルスーツを身にまとって登場。マミコさんは、今季トレンドのシースルーアイテムを取り入れた都会的な着こなしを披露した。お揃いのブラックコーデも話題になった。写真撮影が終わった後、マミコさんは笑顔で会釈。そして、すぐさま大谷翔平のそばから離れて後ろに下がったのだ。自身がカメラに映らないように配慮し、少し離れたところから夫を見守っていた。マミコさんの控えめな姿勢に対し、日米のファンからは感嘆の声が続々、まさに大和なでしこ、謙虚だな、とても優しそうな雰囲気、文句のつけようがない奥様ですね、良識のある所作だと思いました、すごく親しみを感じる、といったコメントが SNS 上に寄せられている。大谷翔平夫妻のフォーマルなブラックコーデマミコさん着用アイテムは、エリータハリ、コーデ担当したら店舗の店員を取材。ドジャースの大谷翔平選手が妻、マミコさんと、夫婦揃って球団のチャリティーイベントに出席。大谷翔平選手がマミコさんの手を取り優しくエスコートする姿や夫婦のフォーマルなブラックコーデが話題を呼びました。そこで、注目のマミコさん着用アイテムを独自取材。購入店を取材しました。大谷翔平夫妻シックなブラックコーデ左手薬指に輝く指輪。球団のチャリティーイベント、ブルーダイヤモンド柄に出席した大谷翔平夫妻。大谷翔平選手はシックな黒のセットアップ、マミコさんは両袖がシースルーになった黒のブラウス姿で登場し、写真撮影では肩を寄せ合っていた二人。この黒コーデにファンからはマミコさんの美しいこと、今季、流行る予感など反響を呼びました。大谷翔平選手は撮影時にさっと左手を腰に添える仲睦まじい様子も見られました。一方、大谷翔平選手がインタビューで呼び止められるとマミコさん後ろに下がり、カメラに映らないように後ろから見守ります。その大谷翔平の左手薬指を見てみると指輪が輝いていました。大谷翔平29歳、人生初コンサート。大谷翔平選手は今回のイベントについて聞かれ、コンサート自体来るのが初めてなのでそれ自体をまず楽しみたいとコメント。
29歳にして人生初コンサートを体験しました。ステージにはグラミー賞歌手のエド・シーランが登場し、SNS では大谷翔平夫妻とのスリーショットを公開しました。イベント会場内では、大谷翔平選手とマミコさんは山本由伸選手らと笑顔で写真撮影。さらに、婦人会の写真撮影ではマミコさんは笑顔で交流するなどチームに馴染んでいる様子を見せました。二人が腕を組んで登場するシーンもあり、階段を降りる際には大谷翔平選手がマミコさんの手を取り優しくエスコートする姿もありました。ネットでは、本当にお似合いのご夫婦だなぁなど盛り上がりが見られました。マミコ夫人のコーデを調査店員に取材。マミコ夫人のコーディネートを独自調査イベントで注目を集めた大谷翔平夫妻のブラックコーデ、目覚まし土曜日はマミコさんが着用していたエレガントな黒コーデについて調査。ニューヨーク発のファッションブランド、エリータハリであることを突き止めました。実際にマミコさんが買いに来たというロサンゼルスのサンタモニカプレイス店で、マミコさんのコーディネートをしたという店員に取材を行いました。ドミニクさん、私がコーディネートをしたわ。あのラブリーな女性のね。店員のドミニクさんによると、ブラウスは日本円で約7万6000円。パンツは約6万800円だということです。ちなみに、こちらのブラウス、パンツは公式ホームページで日本からでも購入可能だということです。